こんにちは、ヒランダ母ちゃんです。毎年ね、夏前のこの時期になると、母ちゃん、なんかいい T シャツないってコメントをいただきます。 T シャツってね、定番って言えども、毎年なんか形コロコロ変わるじゃないですか。だからね、毎年 T シャツ難民になってる人って意外と多いみたいですね。ベーシックアイテムで困った時はまずユニクロっていうことで、今日はユニクロの T シャツ3型を徹底比較してみたいと思います。それでは早速いってみます。2つ目にご紹介する T シャツはこちら。ご存知、ユニクロ U のクルーネックティー、かっこ半袖です。こちらカラーが00ホワイトで、かちゃん M サイズをいつも着てます。この定番はね、もう説明するまでもないロングセラーですよね。このね、クルーネックティーはジャストフィットで、肩とか腕とか身幅とかね、もう無駄なゆとりがないすっきりしたタイプの T シャツです。最近ね、結構一番旬な T シャツって言えばね、だいたいこういうジャストサイズの、そしてキュッと胃が出るぐらいのショート丈 T ですよね。海外セレブの皆さんはね、みんなこのジャストサイズのショート丈っていう T シャツ着てますよね。ただ私たち大人世代はね、さすがにちょっとショート丈はきついんですけれど、その雰囲気に一番近いものって言ったらやっぱりこのクルーネック T だと思います。着たことある方も多いと思うんですけれど、意外とこれ生地はしっかりしてて透けにくいし、表面サラサラで着やすいですよね。で、この T シャツをね、ちょっとハリウッドセレブ風に着てみようと思います。こんな感じ。白いミニマルな T シャツとホワイトデニムのスッキリコーデです。で、白い T シャツ、白いパンツだけだともう全く締まらないので、ここに小物を加えてどんどん大人っぽくしていきます。まずね、ベルトですね。もうレザーベルトマストです。そして、バックルもね、ゴールドとかシルバーのカリッとしたこう金具のついたやつがおすすめです。そして、バックもブラックレザーですね。そしてローファーもブラックレザー。とにかくね、小物はブラックレザーのカッチリ系で攻めるとうまくいくと思います。そしてね、ヘアはちょっとロングの方はまとめ髪にしたりとか、あと少しワックスとかでタイトにしたりとかしてね、すっきりタイトめに合わせると雰囲気が出るかもしれないです。そしてもちろんなんですけれども、ジュエリーですね。ピアスとかイヤカフ、ジュエリー類は本当に大人っぽくなるのでマストアイテムです。でね、こういうコーデのいいところで、このまんまコーディネートのベースになるってことですね。例えばね、この上からパッとこうジャケットを羽織っただけでもすごいかっこよく決まるし、それからね、軽めのスプリングコートみたいなものを合わせてもいいですよね。あとね、暑い時期は袖のないジレなんかを合わせるのもいいですよね。こちらはスタイル04のワッシャージャガードジレを合わせてみました。上に何を重ねてもこうやって決まるじゃない。だから意外にね、このコーディネートって出番は夏だけじゃなくて、で結構春夏秋とずっと使えるっていうのもこの T シャツの便利な点ですね。2つ目にご紹介するユニクロ T シャツはこちらです。レアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ、かっこ5分袖。こちらも00ホワイトで、男女兼用の M サイズを母ちゃんいつも着てます。さっきのね、 T シャツとはもう正反対のゆるっとしたオーバーサイズの T シャツになります。身頃も袖もゆったりしててね、ゆとりがあってお体のラインが出ないところもすごく安心ですよね。あとね、この T シャツがいいところって、なんといってもこの袖の長さなんですよね。しっかりこの肘まであるじゃない。だから二の腕がしっかり隠れます。ぴったりサイズの T シャツがトレンドとはいえ、こういう感じのね、オーバーサイズの T シャツもしっかり生き残ってて、時代遅れっていう感じではもちろんないので、安心して着てください。母ちゃんもね、どっちかっていうと普段よく着るのはこっちのタイプかなって思います。コーディネートなんですけど、さっきのね、ルックワンよりもよりこうリラックスしたっていうか、肩の力が抜けたカジュアル感を出したい時にすごく使います。例えばね、こんな感じで白い T シャツをウエストインしてるんだか、なんだかこうアウトしてるんだかよくわかんないような感じ、曖昧な感じにウエストラインをふわっとさせて、そしてボトムスはこれまたちょっとね、オーバーサイズのデニムスカートをゆるっと合わせてます。足元はナイキのサンバオリジナルスで、さらにカジュアルにしていきます。バッグだけはね、ちょっとモードな感じのレザーのバッグを合わせてます。私特に頑張ってないです、なんかおしゃれですか、すいませんみたいな雰囲気を漂わせていきましょう。
3つ目にご紹介する T シャツはこちらです。エアリズムドレープ T シャツ、かっこ半袖。こちら09番のブラックで、ウィーメンズの箇所はね XL サイズを選びました。今日ご紹介した T シャツの中では一番ね生地がね薄めですね。エアリズムですから肌触りもすっごいサラッとしてて、真夏もすごく快適に着られる素材です。で、他の T シャツと大きく違うのはこの首周りですね。首周りにリブが使ってないことです。比べてみるとこんな感じね。こっちはしっかりとこうちょっと体操着っぽいリブになってますけれども、こっちはもっと首周りがあっさりした仕上がりになってますよね。この T シャツはラグラン袖で、身ごろと袖がこう一続きになってるんですよね。肩周りがすごいゆったりしてて、手をパッと下ろした時に余った生地がポンとこう下に落ちて、とっても綺麗なドレープが出ます。だからどちらかというと T シャツなんだけど、とってもフェミニンな印象になりますね。襟の空きもねやや大きめで、この T シャツはねバストが大きい方とか、あと肩幅がね割としっかりあるのを隠したいっていう方にも向いてると思います。とても柔らかい印象でフェミニンな雰囲気の T シャツですので、コーディネートはねスカート合わせはいかがでしょうか。スカートは柄物履いたから、上は無地のトップスなんか合わせたいんだけどなんかないって思った時にとっても便利だと思います。変に悪目立ちしないトップスじゃない、だからジュエリーを主役にしたい時にも向いてると思います。今日はユニクロの定番 T シャツ3型を徹底比較して、そしてコーディネートもご紹介しました。皆さんの夏コーデのご参考になれば嬉しいです。最後に今日のかんちゃんのコーデ紹介です。今日トップスに着ている T シャツはバレンシアガです。そしてスカートなんですけれども、こちらミランダかんちゃんオリジナルブランドスタイルズの方のバルーンスカートです。これね、お客様からすごいたくさんレビューをいただいていて、これねもっとモードな感じになりそうでどうかなって思ったんだけど、履くと意外に使いやすいってすごくご好評いただいてます。このウエストとそれから裾にねゴムが入ってるんですよ。ブワーッと広がるわけじゃないんだけれども、ウエストとヒップ周りはねこうちょうどいい感じにふんわり隠れて、この腰周りが張って見えないんです。後ろにはねこんな感じでループがついていて、このループで持ってウエストを調節する仕様になってます。なんかねこう履きやすいけどちょっとかっこいい雰囲気じゃない？こんな感じでねシンプルにローティー合わせでも決まります。でね、これ1枚仕立てで裏地もついてなくて涼しいんですよ。だから真夏のコーデにもぴったりです。このスカートはね撥水加工してるわけではないんですけれど、素材がね綿 55% のナイロン 45% です。ごいねこうサラサラっとしてすぐ乾くんですよ。だから雨の日にもすごい快適。母ちゃんはですね雨の日にですねこんな感じで着てる。これはねコムデギャルソンケイウェイのナイロンジャケットなんですけど、これにバルーンスカートを合わせるとすっごい快適です。こちらのスタイル04のバルーンスカートはブラックとミントの2色展開です。はい、そして皆さん大変お待たせいたしました、こちらのシルバーチョーカー6月7日金曜日から再販が決定しました。去年ね夏にこのチョーカーを販売して、もうめっちゃめちゃ大人気で、追加もまた追加みたいな感じだったんですけれど、母ちゃんもねこれやっぱりすごく便利でコーディネートでめちゃくちゃ愛用してるので、販売後もねお問い合わせがすごく多かったんです。なので今シーズンも再販することになりました。これねめちゃくちゃ付け方簡単なのよ。これひょいっとこうやってひねってピッと、もうこれだけなんですよ。つけるの引き輪金具とかはねうってこうつける煩わしさがゼロなんです。でもつけるとこれ結構こう存在感があるでしょう。だからすごい T シャツのシンプルコーデでもこれつけるだけで映えます。たったこれだけなんだけど、襟元にこれあるのとないのとでは大違いだと思いません？これ素材はシルバーで、表面にロジウム加工を施してるんですね。だから黒く変色しづらいし、表面に傷がつきづらいんです。比較的金属アレルギーも起きにくい素材って言われてますね。ただし必ず金属アレルギーがないっていうことではありませんので、その点はご了承ください。これねシルバーなんだけど、中は中空状になってるからめちゃくちゃ軽いんですよね。1本持ってるだけで1年中使える、すごくコスパのいいジュエリーだと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこのチャンネルがお気に召していただけたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。そして私ミランダ母ちゃんはスタイル04というオリジナルブランドでお洋服やジュエリーの販売をしております。毎月新作出てますので、よかったら概要欄からチェックしてください。それじゃあまたねー。